拝啓姉さん、お元気ですか。銀魂が帰ってきて、パッケージの発売も早7枚目。徐々に感覚を取り戻し、今では仲間と仲良くやっています。そうそう、一つご報告があります。実は僕、彼女ができました。明るくて愛嬌があって、サイドテールの似合う可愛い子です。今は彼女といて、僕はとても幸せです。正直、結婚も考えています。そこで近いうち、姉さんに会わせようかなと思っています。今度、連れて帰りますね。もしもし、警察ですか？誘拐を企てているストーカーを見つけたんですが。なあ！警察、いつからそこに？お前さ、自分の姉ちゃんに手紙書くのはいいけど、妄想文章でストーカー、さらには誘拐の犯行予告って。他法治国家だぞ。そんなに余生を塀の中で過ごしたいのか。違いますよ。ほら、いい年してまだ結婚してない弟なんて姉としては心配でしょ。少しでもその心配を減らそうと。心配を減らそうと嘘を書いて犯行予告を書く。新橋くん、それ立派な犯罪者予備軍だから。いや、もうほぼ犯罪者だな。ギザ、どうかこの話は内密に。あったあった。黙っといてやるけど、俺が面会行く時の差し入れ考えておけよ。もう刑務所に入ってるじゃないか。それでは新八くん、シャバでの最後の銀魂放送局スタートです。犯罪は犯さないからね。銀魂ラジオ CD 銀魂放送局2016冬秘密。ほら、分かってんだぞハゲ。坂田銀時役の杉田智和です。カツ丼出せや。志村新八役の坂口大輔です。はい、はい、ブルーレイ DVD 特典銀魂ラジオ CD 銀魂放送局2016冬秘密。うん、秘密だって。なんかこんな映画あったような気がするんですけど。おー、ありましたよ。どんな内容でしたっけ。奥さんがでなんか入れ替わるやつでしたっけ。そうです。入れ替わるとか、あの入っちゃうやつ。入っちゃうやつ、入っちゃうやつ。あの口でかのやつですかね。やめろよ。すいません。お前本当、本当頼むぞ。そこだけ結構中学生聞いてるんだから。そこだけすごく覚えてるんですよ。おお、ね、分かってる、分かってるよ。感知しようぐらい。やめろ。それぐらいインパクトの強い言葉なんですよ。だいたいピオンで始まってるぞ、うん、これな。それぐらいなんかインパクトが強くて、うん、なるほどな。子供心にめっちゃ覚えてるんですよ。分かった分かった、はい。復活して、2回目の銀魂放送局でございます。はい、前回は黒子の助けでしたね。そうですね。賢章君、賢章君に来ていただきましたが、うん、本当にね、申し訳ないことしましたよ。賢章君が戸惑うっていうね。そうです、うん、ジェネレーションギャップとかじゃないですよね、あれは。ね、明らかに別のなんか動揺ってやつ。申し訳なかった、本当にね。はい、発売はですね、こちら2016年1月27日、はい、復活してから早9ヶ月以上が経ちました。はい、もうすでに年が明けています。はい、これを聞いてる皆さんはもう新しい年を迎えてるわけですよ。はい、これ迎えられればいいですけどね、本当に。やめて。え、何不穏なこと言い出したの。いやいやいや、だって分かんないじゃないですか、少し先のことなんて。そうですね、はい、分かりませんけど、うん、迎えてましょうよ。2016年はいい年にしましょう。うん、大丈夫かな、雪とかすごい降らないかな、大丈夫かな。おお、怖い怖い怖い、そっちか。ちょっと家の心配とかをね。そうなんだよね、うん、本当に。はい、今回はですね、サブタイトル、さっきも言った通り、うん、2016冬秘密、うん。このタイトルは実は今回のゲストの方にかけたものなんだそうです。ほう、そんなゲストこの後のコーナーで登場するよ。はいはい、それでは銀魂放送局2016冬秘密スタート。たまたまネーム、椿さんが考えた銀魂放送局のキャッチコピー。いつだっていつまでだって不潔なんだ銀魂放送局。たまたまネームってなんだろう。初めて出たよ。あ、じんたんじんたん。どうした。いや、実写版見て俺ちょっと
涙ぐんじゃってしょうがないね。でもたまにね、あのメンマちゃんの子があのジンタンって言うんですよ。ああ、ジンタンなんですけど、ジンタンですからね、うん、ジンタンはって言われてちょっと可愛いんですけど、うん、若干だんだんおかしくなってきちゃって、ちょっと関西なまりっぽいですだなんか滅びろ、ジンタンは滅びろデモンみたいな、いやあれとなんか通じるものがあったそうだね、通じちゃいけないのかもしれない、通じちゃいけない、通じ、うん、真剣に泣こう。あの出来に関してはおおむね満足です。おおむね満足ですか、はい、しかもちょっと前の話だな、ええ、びっくりした。そうです、メマちゃんのお父さん役の人がよそのドラマだとなんかこう割と演技派の人で、うん、悪い人の役で出てたんです、うんうんうん、その直後にあの花だったんで。そうだね、ああメマちゃんのお父さん何しでかすか分かんないぞみたいなストーリー、そこでストーリーの改変ないからな、うん、先入観って怖いなって思って、怖い怖い怖い、うんね、はい、それではここで皆さんからの普通歌を紹介します。はい、はいはい、じゃあ行きましょう。こちら、土方専用マヨネーズになりたいさんです。はい、意味深だな。意味深じゃねえよそんなに意味深じゃねえよそっか、マヨネーズの受け皿とかじゃないですかね。マヨ、ん、私は小学校の時から銀魂が大好きで、小学校の時からで16歳、うん、でしょうね、うん、低学年ぐらいからもうこんな大変なアニメ見てるわけですよ。大丈夫ですかね。申し訳ない、本当にごめんなさいね、はい、本当すいません。今まで銀魂のセリフに何度心打たれたか分かりません。打たれちゃったか、なんか物理的に打たれてる気もしますけど中学に入ってからは毎週欠かさず週刊少年ジャンプを買って隅から隅まで何度も読み返しながら愛読しています。ありがとうございます。結構前に作中で銀さんがジャンプは捨てるに捨てられないと言っていたので、うん、すごく共感しました、うん、そこで杉田さんや坂口さんには捨てるに捨てられないもの、そういうものありましたら教えてください。捨てるに捨てられないもの、うん、なんだろう。捨てるに捨てられないもの、なんかあるなんですかね。僕アホみたいに台本が溜まってくんだけど。同じく、はい、製本されたものに関しては全部あります。僕も全部取ってある。全部あります。全部取ってあって最終的に実家に送るっていう、はい、送りつけちゃって実家の溜まった状態を見てうわーっていつの間にこんなにって言ってどうしよう、見返すわけでもないんだけどね、うん、昔の試しに手取ってみたら、うん、あの手の形になんか跡がついてて、あーわかるっすわ、こうやってなんか握りしめてたのかな当時この台本をっていう、うん、僕も手汗でなんか手のところがべっしゃーってなってたりとか、うわーってなってね、あーって思う、うん、確かに、うん、最近はレンタルルームまで借りちゃった。あ、ついに行きましたかレンタルルームに台本を押し込むっていうね、いつかどうにかしなきゃいけないのかな。しましたね。いや、うん、あの僕もあの実家の横にプレハブを追っ立ててですね、そこを倉庫にしようとしてね親父が勝手にじゃあそこに肥料とか置いていいかって、ダメだ、いやなんで畑の物置にするんじゃないよって言ってそのために建てんじゃないのっていうね、うん、そういうことになっちゃうね、うん、でもね実家的にはね、そうなんです、うん、危ねえなと思ってだから建てるのやめましたどうしていこうかね。本当ですね、なので捨てられないものは台本です、うん、はい、では、もう一枚ぐらいいけますか。はい、ではこちらいきましょう。もう一枚、うん、でででたまたまネーム、たまたまネームってだから何なんだよ。なんかそういうのを考えた方がいいのかなと思って、うん、突然今回から出始めたから、たまたま考えたラジオネーム、略してたまたまですついにネームもなくなったなネームどこ行った、はい、おう、じゃあもう適当にラジオネームでいいですよもう、うん、サラブレッドさん、うん、14歳、うわもう若いなもう本当に、ね、はい、杉田さん坂口さんこんにちは。こんにちは、ちなみにこの坂口さんだとね、あの周平さんの坂口だからね。周平さんの坂口僕と一緒だよ。あ、間違えた。その坂口だと坂口哲夫さんとかと一緒な。そうだ、うん、小一さんの、小一さん小一さん土変だから、周平にはごめんね、旗おじに、はい、私は、眼鏡をかけているので、うん、仲のいい友達から眼鏡とかツッコミ野郎とか呼ばれています、うん、私は別にシンパシが嫌いというわけではないのですが、うん、それを言われると少しだけイラッとします、うん、どうすればいいでしょうか。そうだね、うん、僕もね時々イラッとする、うん、メガネかけてないのにメガネって言われるとなんか、はい、はん、そんな言うほど普段メガネかけてないですよ、ね、俺普段メガネかけてないからね、うん、本体どこ行ったとか言われるとすげえ、うん、何はと思いますもの、うん、もう大輔さん普段からあのサイクロプスみたいにこういうサングラスかけてるからそれはそれで新しいなんかイメージをこう、うん、新しいけど、うん、街中歩けないかな。街中はサイクロプス危ないですからね。危ないね。オプティックブラストどこから出てくるんだよ、うん、ちょっとね、ちょっとね問題がある。問題ですね、うん、でも女子でメガネは需要がありますからね、大丈夫ですよ。まあ我々つる子好きとしてもね。そうですね、うん、がっつりつる子ですね。つる子ですよね、はい、うん、そうですね、あの花見ててもそうなるわけですから、はい、子供の頃のあの子役の子たちがみんなよく似ててですね、うん、あクオリティが高いんですよ。結局あの実写版の話になっちゃった、うん、あれよかったなって、よかったなって、うん、
そっか、でもね、それはね、需要がちゃんとあることなんで、別にそれは恥じてはいけません。恥じてはいけない。そしてメガネを取ってはいけない。あと、ツッコミしてないのにツッコミやろうって言われるのも、うん、私はやろうじゃないって言ってやれ。、うん、そうですね。で、俺、私はツッコミやろうじゃない。ツッコミだな、それがもうな。はい、以上でございます。はい、ありがとうございました。ということで、メールは以上かな、はい、ということで、ご紹介したメールの中からいつ僕らのサインが入った何かを差し上げるんですけれども、どっちに、はい、どっちにしましょうか。どっちにします。うん、どっちでもいいけどね。どちらも面白いんで、うん、じゃあじゃんけんで、俺が勝ったらメガネ、田口さんが勝ったらマヨネーズで。おっしゃ、最初はグーじゃんけんぽい。あ、僕が勝った。じゃあマヨネーズ、はい、なんで、じゃあこちら、土方専用マヨネーズ受け皿になりたいさんです、うん、はい、受け皿、受け皿やめろ。ということで、マヨネーズさんには僕らのサイン入りの何かを差し上げます。皆さん、はい、たくさんのメールありがとうございました。土方じゃなくてごめんなさい。ラジオネームわさびさんが考えた銀玉放送局のキャッチコピー、マダオにつられて会社辞職、銀玉放送局。ダメだ、果たしてつられてなのかそれともっていう。しんどいな、しんどいな。藤川智一はゲラッテ、いいとも。おっ、どうした、ビーフジャーキー噛み切った。ビーフジャーキーは噛み切ってないかな。うん、ということで、噛み切った、噛み切った、ブチってブチって、分かってるよ、分かってるよ。ということで、銀玉にゆかりのある方が登場するこのコーナー、杉田智一ことともりさんと僕でゲストの方とトークしていきます。どういうことだ。ともり設定どこまで行くんだろうね。これいつの間に生まれた設定なんですかね。わかんないんだけどね。よくわかんないですけども、うん、じゃあとりあえずですね、早速ゲストの方紹介したいと思いますよ、はいはい、本日のゲストは、僕が好きなのはですね、うん、スパロボでサブロータってなって、おー、サブロータさん、あのキャノン打つんですけども、うん、よし、もう決めたぜってちょっと早口気味に喋るのがすごい好きで、当時あの同級生とみんなで真似してた、こちら三木慎一郎さんです。よろしくお願いします。どうも、坂本達馬の声やらせていただいてます、三木慎一郎でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。紹介長かったな、はい、よく覚えてるね。ごめん、そこにびっくりしたわ今。スーパーロボット大戦 MX の頃ですね。あー、また初期だね。いや、でも初期でもないか、ないですね。でもそれサブ、あれでしょ、シリーズの時は真面目だったのに、そうそうそう、劇場になったらチャラ男になっちゃったっていう。地球の文化に触れてチャラ男になっちゃったっていう。いいやつなんですよ、純粋なんですよ、純粋なんですから。熱いやつだったんだけどね。それがゲームで久しぶりに出てくるって言ってやろうと思ったら、すごいそのテンションが高くて、あ、こんな、よし劇場版見返そうって言って、こんなキャラだって言って、面白いってなって、ね、うん、ありがたいことですよ本当に。いやいや、素晴らしいですね。今でもなでしこ劇場版は語り方ですわ。あの、僕と、ね、あの細谷義正とよくそういう話するんですけども、うん、細谷君はあれで、あの山寺さんのやってた敵がワープするのを見て、僕もワープしたいと思って声優になったみたいですね。もうみんなすげえな。声優はワープできるの。ワープする役っていうか、ワープする役だね、うん、ああ、そういうことか。じゃあ、うん、じゃああれじゃん、君がガンダム乗りたかったのと一緒じゃん。まあまあまあ、そういうことですよ、ね、いつまでやってんの声優。僕ズゴック乗るまでは。ズゴック、ズゴック乗るまでやめられないっつう話ですよ。なんかカプールとか、カプールじゃないんだ、じゃなくてズゴックだ。ズゴック、とりあえずズゴックだよ。ゴッグでもないです、ね、ゴッグだよ。マッドアングラ隊に入んないことに話になんないんだよ。じゃあハイゴックとか、あとズゴックイーみたいな、ちょっとあの派生したものだ。ズゴックイーだともうね、体調クラスになっちゃうんだよ、うん、ズゴックエクスペリエント。俺の声じゃ体調、シュナイダーハーディみたいな声出ねえもん。秋元さんみたいな声出ねえもん。無理だわ。ノイチャ、ジオンは負けるなってやつ。何人の人が分かってんだろうこれ。聞いてんの女子中高生多いんだよな。最悪。いいじゃん、これきっかけに昔の作品見直してもらえたら、それが一番いいんじゃないですか。なでしこ見てね、うん、見て見て、おすすめです、おすすめです、おすすめ、おすすめ。さて、三木慎一郎さんといえば、銀玉では坂本達馬を担当されていますが、はい、改めてですね、ここに来て銀玉もう10年ぐらい経ちますけども、うん、坂本達馬ってどんなキャラクターかなっていうのを振り返ってみましょう。あ、なるほど、はい、どんなキャラクターか、自分にとってっていうことでいいですかね、うん、はい、いいです、いいです。あの、遠い親戚みたいですね。遠い親戚、めったに会うことはないんで、ね、お正月ぐらいしか会わないみたいな、ね、うん、そうなんですよ。年一ペースですもんね、うん、なんかね、たまに会うとすごいテンションで笑い始めるから、うん、そうなんですよ、飛び道具ですよ彼は、うん、飛び道具ですよね、うん、でも君らはさ、ずっといるわけじゃない、そうですよ、うん、はい、ずっと、ずっと、どうなの、辰馬とか出てくると
出てきてもいきなりね、ハガキだけだったりするじゃないですか。今年は出番あるんかいのみたいな、うん。そうなんだよね。そうなんだよ。掴みどころがね。ただ基本いいやつだよね。そうですね。いいやつです。仲間思いなんです。うん、はい。すごい熱いやつでさ、うんうん、俺好きなんだけどな、うん、それが今回あのねパッケージの収録されてるエピソードで、うんうん、まあムツが そうだね、その過去について語るところがすごく色濃く出ていてですね、うんうんうん、あだから坂本達馬はあのちゃんとあの位置にいるんだっていうのがね、うんうんうん、ただめちゃくちゃな人じゃないっていうめちゃ大変だと思うよめちゃくちゃなだけの人ってめちゃくちゃなだけだったら大変ですけどね、うん、歩けないでしょ思って、まあ、歩いちゃいけないですいけないよね捕まっちゃうよね、うん、でも本当になんか辰馬が出てくると、うん、ギャグとシリアスがいい配分になるっていうか、そうですね、うん、すごく、うん、シリアス一辺倒にならないじゃん、うん、なんかすごく、いいポジションだなと思いますよ。銀玉ってさ、はい、いい話するよねそう時折に、ね、思い出したよ、ね、時折挟まないと、うん、ね、うん、するよね、時々ね思い出すんです、うん、びっくりする、うん、あれはね、うん、ちょっとこっちも面食らうからね、うん、先週までゲロとか入ってたのに急に泣かせる話とか持ってこられてもね、持ってきますね、あと勇気あるよね、うん、銀玉はねそれこそ、うん、あのね今回じゃないですけど前のシリーズとかであのねエリザベスの格好してた時もミキさんエリザベスの格好でゲロ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 吐いてましたけど、ありましたすごいよね、ベテランさんとかすごい遠慮なく、古谷さんと池田さん呼んでいたりとか大丈夫なの、うん、何考えてんだろうこの人たちと、すごいよね、有無を言わせない感じがいいよね、うん、なんだろうねすごいね、あの時後ろで見ててミキさんがあのカイエンっていう巨大ロボの声を急に当日かなんかに振られてて、うんうん、ミキさんあのここをですねあのカイエンって言ってくださいって高松さんが言われた時に当日台本で振ってねえのかよって言って、ね、台本の段階でっていうあれ思いついちゃったんだろうね、思いついちゃったんですよ、巨大ロボといえば、そうそうそう、とりあえず最後に名前を叫ぶバキーンってなって、カイエーンって言ってくるよかっこいいってなってあの大張監督が大喜びしてて、あ本当、はい、あ本当はあの絵で参加したかったらしいんですけども、うんうん、スケジュールが合わなくてめっちゃ悔しかった、あそうなんだ、うん、あ大張さん、俺大張さん仲良しだからね、うんうんうん、大好きなんだよさ、カイエーンを描きたかったんですしかもちょっと似てるしお前悔しいって言ってて大橋さんなんか会うことあんの？はい、たまに、はい、たまに、何今急に素の通りになっちゃったの？あの仕事とかじゃなかったりするんで、あ、そうか、そうか、あのふとした時、あのツイッターっていうあの SNS があるんで、ありますね、はいはいはい、あれで話、うん、まあ話しかけたりするんですけど、たまにテンションが上がると、焼肉が食べたいってなって、じゃあ僕がまとめましょうって言って、たまに行くことがあります。あ、本当？はい、すごいね、今度呼んで。はい。わかりました。じゃあ大張さん経由で行くと、うん、ごめんなんか今無理やり言わせた感があったねここで繋がるってすごいな、焼肉が、うん、こういうこと肉食べに行こう、はい、でも開演は良かったっすわ、オンエアも見て、はい、めちゃめちゃかっこよかったっすわ、うん、なんかときめきました、高まりますね、うん、高まる、ああいうの高まる、言ってみれば高松さんも勇者シリーズとかの監督さんなんで、ね、あの血脈なんですよね、それとガンダムっぽい何かが合体するっていう、そう、うん、だから同じサンライズでも違う毛色が、うん、そうなんですよ合わさらないものが合わさってるんで、あれすごいですよ、よくすごい、あの回は本当にすごい回、うん、ハイブリッドだね、ハイブリッド、はい、ものすごい回だね、その締めがミキさんの開演、開演ごめん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 最高ですよ、高まりましたよ本当に笑うわ、また出てこねえかなあれ、本当だよ、うん、開演出てこないから開演希望、うん、はい、ということで、はいはい、ここからミキさんへのメールの方を紹介していきましょうかね、来てます、来てますよ、人がいるもんね、まずは神奈川県いくらさん25歳女性の方ですね、はいはい、ミキさんに質問です、はいよ、私は辰馬が結構好きなのですが、結構なのね、うん、ミキさんが辰馬の声を当てる際に難しいと思うところはありますか、いや当ててる意識あんまないからね、ああ、うん、どうなの、難しい、いや逆に言えば簡単な人なんかいないですからね、うん、まあまあまあ実際ね、うん、簡単にはできないものですからね、いやね人様の人生借りてるので身分ですのでね、簡単にはできないし、総じて難しいです、うん、どなたの声を任せていただいても難しいです、うん、そうなんですよ、難しいし、あと彼はなんか独特の訛りがあるからね、そうなんですよね、うん、トサ弁なのか何なのか、でもあれは
なんちゃってたんでいいですって言われて。そうなんですよね、うん、最初にミキさんがわざわざね確認したら、うん、おなんちゃってあのお任せしますみたいな。鉛任されるってどうなんだよって独特の言葉にしていいってことなんですよね多分。それね、うん、みんなねえってなる、うん、一瞬うんってなるんですよね、うん、どうすればっていうさ。でもあんまり台本も直さないけどね、原型がないわけじゃん、うん、要するに。そうですね、そうそう、だから台本通りにそれっぽい感じで読むというのが正しいに、僕的には。だいたい鉛キャラはねみんな苦労する。そうですね、結構鉛ってんだよね。小野坂さんが来た時のオビワンも、うん、土佐っぽい鉛をしていたので、小野坂さんがどうしたらいいんですか、お任せしますおお任せるの小野坂さんもおーってなんだおーってなってた、ね、なんだ小野坂さんもおーってなんだな、うんうん、はいよ、もう一枚行きましょうかね。はいはい、じゃあクラゲさんです。クラゲさん、ともりさん、はいどうも。ともりさん、ミキさん、こんにちは。思い出した。はいはい、はいはい。ミキさんが声を吹き込んでいる辰馬は、うん、特徴的な笑い方をしたり、天然だったり、ゲボ吐いたり、うん、なかなか不思議な人なのに加えて、登場回数今まで割と少なめですよね。ですが、あの劇場版での一瞬の登場でも坂本だと心が躍るほど自然な坂本を見せてもらって。自然な坂本なんだ、うん、ミキさんにとって辰馬どんな男なんでしょうか。辰馬大好きですっていう。ありがとうございます、うん、いい男ですよ、はい、うんうんうん、あんな風には生きていけないなと思いますけど、めっちゃかっこいいなって思うよね、うんうん、なんかヒーローヒーローしてるわけではないけども、はい、この表に出さないところでいろいろね、うん、彼なりに苦労があったりとか、うん、笑っていればなんとかなる的なことを言いつつも、うん、彼自身はね自分の体ボロボロになることも厭わないっていうのはね、うん、非常にかっこいいと思いますけどね。でね、銀時とか高杉とはまた違った形の世の直し方というか。そうですね、うん、みんななんか似てるんだけど、うん、ちょっと違うみたいな、うん、あの高杉も桂も方が、ね、坂本もあの4人でバラバラだけど、うん、だからなんかの拍子にみんな集まると超かっこいいよね、うん、あります。うん、バラバラでもかっこいいけど、うん、なんかこうそういう連中が集まった瞬間がね、うん、すごい絵になるよね。銀時と坂本って結構趣味も共通してて、うんうん、あのね、お姉ちゃんのいるお店に行ったりとかなんか集めてなかったっけ、スタンプみたいなポイントみたいな。集めてましたね。集めてたね。集めてなんかサービスがどうのこうの。そうあった、そのくだりあったな。どうにも下水感じでね、うんうん、そう、まあ、たまにゲロも吐いてますから、ね、ゲロも吐くし酔うし、そう酒にも酔うし、うん、船にも酔 う、うん、あ、昨今のアニメであんなにゲロゲロするキャラクターも珍しいよね。そうですね、あんまりないですね。ゲボ吐かないと思います、ね、まあ、ゲボ吐くよ人はなんか行き過ぎて食ったり飲んだりするとね、うん、酒飲みは吐くわ。吐くよ、それ吐くよ酒飲みは吐く。リアルでいいよ、リアルがいい。ま、そんな質問が来ましたよ。なんだ長野県スコンブ娘さん19歳、はい、坂本辰馬を演じているミキさんに質問です、はい、坂本は何回もゲロ吐いてますけど、ゲロ吐くシーンには慣れましたか。どういうことだ。まあ、なかなかね他のアニメでゲロを吐くシーンとかないと思うんで。ないですからね、うん、だってゲロを求められるシーンってどこ。まあ飲みすぎちゃった、飲みすぎちゃった、大体どこですか、うん、そうなんですよね。でもちょっとうえってなるぐらいですよね。例えばあの腹パン食らったりとかね、そうそうそう、してブエっていうのあるけど、それとは違うじゃん、うん、ゲロだから、ね、ゲロだから、ね、なんか恐ろしい宇宙人みたいなのに仲間が惨殺された時見た時、うん、うってなる、なるとかはけど実際うるるるるといかないのでならないからね。ならないですね、うん、大丈夫か小吉って言ったとうるるるるって書いてあるからそう、まあそういう意味では慣れましたよ、うん、ある意味貴重じゃないですか。さっきも言ったけど、うんうんうん、昨今のさ、うん、なんかバレーボールとか自転車こいでるやつでゲロ吐かないでしょ、うんうん、なかなか吐かないですね、なかなかね。吐きそうにはなりますけどね。そうそうそう、自転車こいでる人たちとか吐かないの、ね、いや結構吐きそうになりますよ彼らは。そうだよね、彼らなるよね。彼らは泥臭いんだよ割と。結局ね、はい、ある程度まで疲れれば、うん、まあ出ますわ、うん、でも酒飲んでのゲロとそういうなんかネガティブなゲロってなかなかないですよね。なかなかないですよね、うん、ポジティブなゲロ、ポジティブな、こう疲れきった、俺やりきったぜゲロゲロゲロじゃない、でもやるぜって。なんか銀玉の前だと酒飲んだよったら船にもやって、おろろほら敵で人の顔にかけるからバシャーって。そうそうそう、最終的にだってね、雲翔さんが喜んでましたからね、うん、俺アニメでゲロ吐いたの初めてだっつって結構普段吐いてるから、朝の現場で具合悪いとか言ってリアルに吐いてる、リアル雲翔さんじゃないですかそれいや昨日ゴルフの後さ結局ゴルフだよ、結局セットですからねセットセット、ゴルフと飲酒はセットですからね。しょうがない、しょうがない、車運転しなきゃ大丈夫だからね。そうですよ、そうです、うん、はいはい、走る点後にして明日ドロ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 
続きましてキビノさんです、こんにちは。毎週銀玉楽しく見ています、うん、坂本達馬はいつも笑っていますが、はい、ミキさん自身が最近一番笑ったことってありますか。今じゃね。いやまさか雲翔さんのネタでこんなに笑うと思う、うん、あの本人で出てたじゃん。あ、出てますだ ね、はいはい、ねで子供に質問されてさ分かんなくてさ、はい、そういうの自分で見つけるのが楽しいんじゃんっていう。しばらくお待ちください。やべ、汗出た今。おっつぁん、いい人なんですよ。いい人ですよ。いい人ですよ。だって本当にシェイクスピアですから。そうですよ。パックやってたんですから。うん、めちゃめちゃスリムで2枚目で。うん、ね、うん。それが今や。今や。今やとか言うな、バカ。お前、やめてください。そうか、坂口くんの後輩だもんね、事務所的にはね。青森的にはうちの後輩なんで。後ろさん、事務所でネームプレート下げてたって、本当？さ、下げさせようとしたんですけど、な、下の名前読みづらいから、ルビフットゲーって言ったんですけど。お前が作れよって言われました。作っちゃえばよかった、ね、うん、作ってあげればよかったな、ね、雲翔さんね、うん、面白いな、うん、あのジュニア。いつもありがとうございますジュニア、あのジュニアって俺言えねえわ、続きまして、新選組11番隊隊長さん、愛知県からですよと、はいよ、突然ですが私は見ようと思っていた録画が消されていると本当に心底腹が立ちます、うんうん、銀魂を見返そうと思ったら録画が消されている時は絶望しか感じません、うんうん、そこでミキさんはこれだけは本当にされたら怒るということありますか。もしなかったら逆にこれをされたら嬉しいということを教えてほしい極端だね。極端ですね。両極端きました。なんだろう、これを やってもらえたら嬉しいっていうのは、うん、坂口くんがレンタルルームでビーバー買うこと。いろいろ重なって、いろいろ重ね合わせ技が来ましたわ。ただね、レンタルルームをね、歯で破壊されてね、僕すごい賠償金払わなきゃいけなくなりそう。レンタルルームを借りるお金が出せるんだったらビーバー買えるだろう。買えますね、うん、買えます。聞いてるかなこれでも東京で買えるんですかね、あの暑さ温度みたいな問題とか。あのね、哺乳類だからそれほどね、はい、厳密にはもちろん高温はダメだけど、ある程度クーラー効かせとけば大丈夫。何食べるんですか？何あいつら？果物とか植物。植物？植物植物。え、肉食べないの？肉は食べないです。魚じゃないんですね。あの下種類なので基本的には、はい、あの植物食です。はい、ビーバーは面白いじゃん。だって自分が飼ってるところでさ、ダムとか作ってくれるかもしんない。あのね、その店の売り文句にありました、アメリカビーバー78万円ダム作りますって書いてそんな売り文句あるかよと思って。すげえじゃんダム作りますって。ドキュメントにしてさ、でナレーション自分でやってさ、売っちゃえばいいじゃん売っちゃえばいいじゃん結局金の話、どこかの太陽みたいなダムができるまでの話を壮大なストーリーにして。でもビーバー一匹で一生懸命作ってる様ってすごいな、うん、どっかの川もね借りないといけないですけどね。大丈夫、なんとかなんでしょ、うん、稼いでんでしょ。僕どんな金持ちですか。でダムが完成しそうになると、あの鬼の格好した大輔さんが入ってきてダム壊しちゃうんでしょ。何そのサイの河原から、サイの河原から一つ作っては父のためバーンっつって、うん、ダメです、ビーバーは買えません。わかりました、怒られるんで残念。うん、ラジオネームいちごミルクさんです、うん、こんばんは。どうも、はい、こんばんは。将軍暗殺編が12月から始まるということで、うん、出演者の皆さんの緊張も高まっていると思うのですが、うん、そこで質問です。1月に高校の推薦入試で面接があるのですが、うん、私は人前で話すのが苦手です、うんうん、かつ上がり症で、うん、緊張のレベルが尋常じゃないんです、うん、自分らしさをドーンと出せと、うん、面接官の印象に残る自己紹介の仕方、そんなのあったら教えてくださいってそんな無茶な、うん、どうなの、どういうもんですかこれ。面接、大学の入試僕小論文と面接もあったんで、おお、うん、どうやった。杉田くんいい声してるね。ありがとうございますありがとうございますこのタイミングで、ありがとうございますこのタイミングで忘れる前に言っとこうと思う、うん、はい、ありがとうございますその時は周りが現役しかいなくて、僕だけ浪人生だったんですけども、うんうん、あのうちの母がどうしてもこの僕のお兄ちゃんが着てたあのなんかこうブレザーかなんかを着せようとしてて、これでいけこれでいけって言って、うんうん、でもお兄ちゃん二浪してるんですよこんな呪われた服みたいなのやだよって言って、うん、でも行かないと死ぬって言うから、あのなんでそんな脅しをかけるの、うん、なんで極端だなって言って、しょうがないから来てこうって言ったら、もう現役生しかいなくて、なんか浪人生、僕一浪だったんですけど、うん、その時なんか疫病神みたいな扱いを受けて、うん、そう絶対受かってやると思って受かったの？
はい、受かりました。すごいね。はい、その時面接なんか言った？面接はですね、受け答え聞かれたことは分かりませんとか、あーって言うよどもよりはもうはったりでもいいから何でもちゃんと答えるっていう。なるほど、うん、止まるっていうのが一番良くないみたいで、何でもいいからもう嘘でもいいからもう受け答えようと思って、うんうんうん、はい、そしたらそれはあの後で面接した先生に聞いたらそれ言ってました。ちゃんと受け答えることだって。なるほどね、うん、それを言ってましたね。ただミキさんとか面接あります、はい、ないよ。あ、でもアルバイトとかはね、いっぱいやってきたから、アルバイトの面接はあるけど、別になんかね、ないよね、そんな。うん、まあ、アルバイトだとそこまで厳密な感じでもないですもんね、面接って言ってもね。うん、別になんか履歴書渡して、どうなの、うん、つって終わりだからね。やる気あるつって、あります。つって。うん、やる気あるって、まあ。絶対面接で言っちゃダメだからね。それ受験の面接でも、まあ、例えば上がり症でもさ、うん、いいじゃない、うんうんうん、いいのよ。俺もだって、うん、人前苦手だから声優やってんだもん、うん、うん、おそうよ。だって顔出さなくていいんだもん。そうですよね、基本的にはね、基本はそうです、うんうんうん、だから例えば受け答えでスムーズに返せるのが一番いいのかもしれないけど、うんうんうん、逆にちゃんと答えようと思って止まってしまう分には、あ、この子はちゃんと俺が言ったことを私が言ったことを受け止めて答えようとしてくれてるんだなっていう風に面接官に移れば、俺はそれはそれでありのような気もするけどね、うんうん、まあ、誠実な感じですかね、うんうん、と思うけどな、うんうん、どうなの犬的には最終的に犬になっちゃった犬なんすかね。僕もそうですからね、人前苦手だし、うんうん、僕は養成所の面接を受けたので、うん、はい、青鬼の。そっか、養成所の面接あったな。養成所の面接と、あと青鬼に入るときに面接は受けてるので。なんで受かっちゃったのかね、僕も分かりません言った、ガンダムに乗りたいんですってちゃんと。それはね、言いました。いや、言ってみるもんだね。ガンダム出たいっすとは言いました。なので面接の時点では僕落ちてたみたいです。そうなの？え、何でひっくり返ったのそれは。当時の青鬼の専務が面白いから残せって言って、うん、専務の一声で残ったみたいな。面白枠？面白枠です。うちの事務所面白枠とかあんのかな面白い笑ってます。うちの事務所あれなんですよ、81っていうのは演芸部なんですよ、はい、ほうほうほう。81が役者部なんです面白連中は大体81って呼ばれる81枠そんなあれ81誰がいるんだろういますよ81は。誰が所属してるんだろう81。でもマネージャーいるから言えませんけど、ね、なるほどね。自分たちでそう呼んでますからね、うんうんうん、はい、ちょっとドゥハーっていう人がそれは違うだとりあえずだからまあまあまあ誠実にね、うん、そうそうそう、自分らしさを、うん、受けるんだったらその学校でね、何を学びたいか何したいかっていう、ね、うんうんうん、大学はそうだったんで、うんうん、それを明確に伝えるってことだったかなって。そう、動機をちゃんと伝えられればね、うん、はい、それでいいんじゃないかな。そうです、はい、うん、嘘ついてもしょうがないよ、はい、なのでね、頑張ってくださいませ、はい、さてご紹介したメールの中からいつ僕らのサインが入った何かを差し上げますが、どのメールにしましょうかというで、何を読んだかも覚えてません、何きっかけで雲翔さんの話で盛り上がったの。雲翔さんに何かあげればいいんじゃないですか、雲翔さんに。そうなんですけど、一番いいのは雲翔さんに雲翔さんに我々のサイン入りのゴルフボールをなんだこれだ、なんだこれやって。ああ、なんだろうな。大輔、お前のボール池に落ちちゃったよ。雲翔さんは何してくれてんだっつって、巨人ゴーグのナレーションかなんかでしょ。そうです、ジャイアントゴーグ、はいはいはい、やってましたね。雲翔、はい、うん、さん自分がね、逆襲のシャアに出てたこと忘れてました、ね、忘れてましたね、うん、それで盛り上がったメールどれだったの。雲翔ゲロですかね。ゲロだ、ゲボの時、ゲボの人、うん、老芸から、老芸からの雲翔さんだった。朝ゲロの話になった、はい、ということで、スコンブ娘さんには僕らのサインが入った何かを、ゴルフボールかもしれませんよ。今度俺の雲翔さんごめんなさい。はい、ということで差し上げますと。はい、ということでミキさんにはこの後のコーナーにもご出演いただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくです。それでは次回のラジオ CD も聞いてくれるかな。なんだこれ。以上、杉田智和はゲラっていいともでした。ギンギンネーム優子さんが考えた、銀玉放送局のキャッチコピー、なんかここに放送禁止をピー、銀玉放送局。銀玉本はこれで伝わるでしょう。問題がある。問題ですね、うん、でも女子でメガネは需要がありますからね、大丈夫ですよ。まあ我々鶴子好きとしてもね。そうですね、うん、がっつり鶴子ですね。鶴子ですよね、はい、うん、そうですね。あの花見ててもそうなるわけですから、はい、子供の頃のあの子役
の子たちがみんなよく似ててですね、うん、クオリティが高いんですよ。結局あの実写版の話に戻ってくるっていうね、うん、あれよかったなよかったなって、うんうん、そっか。でもねそれはね、需要がちゃんとあることなんで別にそれは恥じてはいけません。恥じてはいけない。そしてメガネを取ってはいけない、はい、あとツッコミしてないのにツッコミやろうって言われるのも、うん、私はやろうじゃないって言ってやれ、うん、そうですね。で俺私はツッコミやろうじゃないツッコミだなそれがもうな、うん、はい以上でございます。はい、ありがとうございました。ということでメールは以上かな、はい、ということでご紹介したメールの中からいつ僕らのサインが入った何かを差し上げるんですけれども、どっちに、はい、どっちにしましょうか。どっちにします。うん、どっちでもいいけどね。どちらも面白いんで、うん、じゃあじゃんけんで俺が勝ったらメガネ、田口さんが勝ったらマヨネーズでおっしゃ、最初はグーじゃんけんぽい、僕が勝った。じゃあマヨネーズ、はい、なんで、ま、じゃあこちら、土方専用マヨネーズ受け皿になりたいさんです、うん、はい、受け皿受け皿やめろ、ということでマヨネーズさんには僕らのサイン入りの何かを差し上げます。皆さん、はい、たくさんのメールありがとうございました。土方じゃなくてごめんなさい。ラジオネームわさびさんが考えた銀魂放送局のキャッチコピー、マダオに釣られて会社辞職、銀魂放送局。果たして釣られてなのかそれともっていう、ね、しんどいな、しんどいな。フィーカートモカズはゲラッテイートモホお、どうしたビーフジャーキー噛み切ったビーフジャーキーは噛み切ってないかな、うん、ということで噛み切った、噛み切ったブチってブチ、分かってるよ分かってるよということで銀魂にゆかりのある方が登場するこのコーナー、杉田智和ことともりさんと僕でゲストの方とトークしていきます。どういうことだともり設定どこまで行くんだろうね。これいつの間に生まれた設定なんですかね。分かんないんだけどね。よく分かんないですけども、うん、じゃあとりあえずですね、あの早速ゲストの方紹介したいと思いますよ、はいはい、本日のゲストは僕が好きなのはですね、うん、スパロボでサブロータっていうのが出てる、サブロータさん、あのキャノン打つんですけども、うん、よしもう決めたぜってちょっと早口気味に喋るのがすごい好きで当時あの同級生とみんなで真似してた、こちら三木慎一郎さんです。よろしくお願いします。どうも坂本達馬の声やらせていただいてます、三木慎一郎でございます。よろしくお願いします。よっ、はい、よろしくお願いします。紹介長かったな、はい、よく覚えてるねごめんそこにびっくりしたわ今。スーパーロボット大戦 MX の頃ですね。あまた初期だね、はい、いたり、なかなか不思議な人なのに加えて、登場回数今まで割と少なめですよね。ですがあの劇場版での一瞬の登場でも坂本だと心が躍るほど自然な坂本を見せてもらって、自然な坂本なんだ、ミキさんにとって辰馬どんな男なんでしょうか。辰馬大好きですっていう。ありがとうございます、うん、いい男ですよ、はい、うんうんうん、あんな風には生きていけないなと思いますけど、めっちゃかっこいいなって思うよね、うんうんうん、なんかヒーローヒーローしてるわけではないけども、はい、この表に出さないところでいろいろね、うん、彼なりに苦労があったりとか、うん、笑っていればなんとかなる的なことを言いつつも、うん、彼自身はね自分の体ボロボロになることも厭わないっていうのはね、うん、非常にかっこいいと思いますけどね。でね、銀時とか高杉とはまた違った形の世の直し方というか、そうですね、うん、みんななんか似てるんだけど、うん、ちょっと違うみたいな、うん、あの高杉も桂も進み方が、ね、坂本もあの4人でバラバラだけど、だからなんかでなんかの拍子にみんな集まると超かっこいいよね、うん、あります、うん、バラバラでもかっこいいけど、うん、なんかこうそういう連中が集まった瞬間がね、うん、すごい絵になるよね。銀時と坂本って結構趣味も共通してて、うんうん、あのねお姉ちゃんのいるお店に行ったりとかうん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 、なんか集めてなかったっけ、スタンプみたいなポイントみたいな。集めてましたね。集めてたね。集めてなんかサービスがどうのこうの。そうそうそう。あったそのくだりあったな。どうにも下水感じでね。うんうん、そう、まあ、たまにゲロも吐いてますからね。ゲロも吐くし酔うし。そう。酒にも酔うし、うん、船にも酔う。酔う、うん、あ昨今のアニメであんなにゲロゲロするキャラクターも珍しいよね。そうですね。あんまりないですね。ゲボ吐かないと思います。ね、まあ、ゲボ吐くよ人は。なんか行き過ぎて食ったり飲んだりするとね、うん、酒飲みは吐くわ。吐くよ、それ吐くよ酒飲みは吐く。リアルでいいよ、リアルがいい。ま、そんな質問が来ましたよ。なんだ長野県スコンブ娘さん19歳、はい、坂本達馬を演じているミキさんに質問です、はい、坂本は何回もゲロ吐いてますけど、ゲロ吐くシーンには慣れましたか。どういうことだ。まあ、なかなかね他のアニメでゲロを吐くシーンとかないと思うんで。ないですからね、うん、だってゲロを求められるシーンってどこ。まあ
飲みすぎちゃった。飲みすぎちゃった。大体どこですか、うん、そうなんですよね。でもちょっとウエってなるぐらいですよね。例えばあの腹パン食らったりとかね、そうしてブエっていうのあるけど、それとは違うじゃん、うん、ゲロだから、ね、ゲロだから、ね、なんか恐ろしい宇宙人みたいなのに仲間が惨殺された時見た時、うん、ウッってなるなるとかはけど、実際ウルルルルとはいかないのでならないからね。ならないですね、うん、大丈夫か小吉って言ったとウルルルルルって書いてあるそう、まあそういう意味では慣れましたよ、うん、ある意味貴重じゃないですか、さっきも言ったけど、うんうんうん、昨今のさ、うん、なんかバレーボールとか自転車漕いでるやつでゲロ吐かないでしょ、うんうん、なかなか吐かないですね、なかなかね吐きそうにはなりますけどね、そうそうそう、うん、自転車漕いでる人たちとか吐かないのいや結構吐きそうになりますよ彼らは。そうだよね、彼らは泥臭い、あの派生したものだ、ズゴックイだと思うね、体調クラスになっちゃうんだよ、うん、ズゴックエクスペリエント、俺の声じゃ体調シュナイダーハーディみたいな声出ねえよね秋元さんみたいな声出ねえもん無理だわ。ノイチャ、ジオンは負けるなって。何人の人が分かってんだろうこれ。聞いてんの女子中高生多いんだよな。最悪。いいじゃん、これきっかけに昔の作品見直してもらえたら、それが一番いいんじゃないですか。なでしこ見てね。うん、見て見て。おすすめです。おすすめです。おすすめ。さて、三木慎一郎さんといえば、銀魂では坂本龍馬を担当されていますが、はい、改めてですね、ここに来て銀魂もう10年ぐらい経ちますけども、うん、坂本龍馬ってどんなキャラクターかなっていうのを振り返ってみましょう。なるほど、はい、どんなキャラクターか自分にとってっていうことでいいですかね、うん、はい、いいですいいです、あの遠い親戚みたいですね遠い親戚めったに会うことはないんで、ね、お正月ぐらいしか会わないみたいな、うん、そうなんですよ、うん、年一ペースですもんね、うん、なんかね、たまに会うとすごいテンションで笑い始めるから、うん、そうなんですよ、飛び道具ですよ彼は、うん、飛び道具ですよね、うん、でも君らはさずっといるわけじゃない、そうですね、うんうん、はい、ずっと、ずっと、はい、どうなの竜馬とか出てくると出てきてもいきなりねハガキだけだったりするじゃないですか、うん、今年は出番あるんかいのみたいな、うん、そうなんだよね、うん、そうなんだよ、つかみどころがね、ただ基本いいやつだよ ね、 そうですね、いいやつです、仲間思いなんです、うん、はい、すごい熱いやつでさ、うんうん、俺好きなんだけどな、うん、それが今回あのねパッケージの収録されてるエピソードで、うんうん、まあムツが、うん、そうだね、その過去について語るところがすごく色濃く出ていてですね、うんうんうん、あ、だから坂本龍馬はあのちゃんとあの位置にいるんだっていうのがね、うんうんうん、ただめちゃくちゃな人じゃないっていうめちゃ大変だと思うよめちゃくちゃなだけの人ってめちゃくちゃなだけだったら大変ですけどね、うん、歩けないでしょ思って、うん、まあ歩いちゃいけないですいけないよね、捕まっちゃうよね、うん、でも本当になんか辰馬が出てくると、うん、ギャグとシリアスがいい配分になるっていうか、そうですね、すごく、うん、シリアス一辺倒にならないじゃん、うん、なんかすごくいいポジションだなと思いますよ銀魂ってさ、はい、いい話するよねそう時折に思い出したよ、ね、時折挟まないと、うん、ね、うん、するよね、時々ね思い出すんです、うん、びっくりする、うん、あれはね、うん、ちょっとこっちも面食らうからね、うん、先週までゲロとか入ってたのに急に泣かせる話とか持ってこられてもね、持ってきますね、あと勇気あるよね、うん、銀魂はねそれこそ、うん、ね、今回じゃないですけど前のシリーズとかでね、エリザベスの格好してた時もミキさんエリザベスの格好でゲロ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 吐いてましたけど、ありましたすごいよね、ベテランさんとかすごい遠慮なく、古谷さんと池田さん呼んでいただいたりとか大丈夫なの、もう何考えてんだろうこの人たちと、すごいよね、有無を言わせない感じがいいよね、なんだろうね、すごいね、あの時後ろで見ててミキさんがカイエンっていう巨大ロボの声を急に当日かなんかに振られてて、ケンさんいつからそこに、お前さあ、自分の姉ちゃんに手紙書くのはいいけど、妄想文章でストーカー、さらには誘拐の犯行予告って。ここは法治国家だぞ。そんなに余生を塀の中で過ごしたいのか。違いますよ。ほら、いい歳してまだ結婚してない弟なんて、姉としては心配でしょ？少しでもその心配を減らそうと。心配を減らそうと、嘘を書いて犯行予告を書く。新橋くん。それ立派な犯罪者予備軍だから、いやもうほぼ犯罪者だな、あーギザとかこの話は内密に、あったあった、黙っといてやるけど俺が面会行く時の差し入れ考えておけよ、もう刑務所に入ってるじゃないか、それでは新八君、シャバでの最後の銀魂放送局スタートです、犯罪は犯さないからね、銀魂ラジオ CD銀魂放送局2016冬秘密、
ら分かってんだぞハゲ、坂田銀時役の杉田智和です。カツ丼出せや。志村新八役の坂口大輔です。はい、はい、ブルーレイ DVD 特典銀魂ラジオ CD 銀魂放送局2016冬秘密。うん、秘密だって、なんかこんな映画あったような気がするんですけど。おお、ありましたよ。どんな内容でしたっけ。奥さんがでなんか入れ替わるやつでしたっけ。そうです、入れ替わるとか、あの入っちゃうやつ、入っちゃうやつ、入っちゃうやつ、あの口でかのやつですからね。やめろよ。すいません。お前本当本当頼むぞ。そこだけ結構中学生聞いてるんだから。そこだけすごく覚えてるんですよ。おお、ね、分かってる、分かってるよ。感知しようぐらい、やめろ。それくらいインパクトの強い言葉なんですよ。だいたいピヨンで始まってるぞ、うん、これな。それくらいなんかインパクトが強くて、うん、なるほどな。子供心にめっちゃ覚えてるんですか。分かった分かった、はい。復活して、2回目の銀魂放送局でございます。はい、前回は黒子の助けでしたね。そうですね、賢章君、賢章君に来ていただきましたが、うん、本当にね申し訳ないことしましたよ。賢章君が戸惑うっていうね。そうです、うん、ジェネレーションギャップとかじゃないですよね、あれは。明らかに別のなんか動揺ってやつです。申し訳なかった、本当にね。はい、発売はですねこちら2016年1月27日、はい、復活してから早9ヶ月以上が経ちました。はい、もうすでに年が明けています。はい、これを聞いてる皆さんはもう新しい年を迎えてるわけですよ。はい、これ迎えられりゃいいですけどね、本当に。やめて。え、何不穏なこと言い出したの。いやいやいや、だって分かんないじゃないですか、少し先のことなんて。そうですね、はい、分かりませんけど、うん、迎えてましょうよ。2016年はいい年にしましょう。大丈夫かな、雪とかすごい降らないかな、大丈夫かな。おお、怖い怖い怖い、そっちか。ちょっと家の心配とかをね。そうなんだよね、うん、本当に。はい、中学に入ってからは毎週欠かさず週刊少年ジャンプを買って隅から隅まで何度も読み返しながら愛読しています。ありがとうございます。結構前に作中で銀さんがジャンプは捨てるに捨てられないと言っていたので、うん、すごく共感しました、うん、そこで杉田さんや坂口さんには捨てるに捨てられないもの、そういうものありましたら教えてください。捨てるに捨てられないもの、うん、なんだろう。捨てるに捨てられないもの、なんかあるなんですかね。僕アホみたいに台本が溜まってくんだけど。同じく。はい、製本されたものに関しては全部あります。僕も全部取ってあるの。全部あります。全部取ってあって最終的に実家に送るっていう、はい、送りつけちゃって実家の溜まった状態を見てうわーっていつの間にこんなにって言ってどうしよう、見返すわけでもないんだけどね、うん、昔の試しに手取ってみたら、うん、あの手の形になんか跡がついてて、あーわかるっすわ、こうやってなんか握りしめてたのかな当時この台本をっていう、うん、僕も手汗でなんか手のところがべっしゃーってなってたりとか、うわーってなってね。あーって思う、確かに、うん、最近はレンタルルームまで借りちゃった。あ、ついについに行きましたか。レンタルルームに台本を押し込むっていうね、いつかどうにかしなきゃいけないのかな。来ましたね。いや、うん、僕もあの実家の横にプレハブを追っ立ててですね、そこを倉庫にしようとしたらね親父が勝手にじゃあそこに肥料とか置いていいかって。ダメだ。いや、なんで畑の物置にするんじゃないよって言ってそのために建てんじゃないのっていうね、うん、そういうことになっちゃうね、うん、でもね実家的にはね。そうなんです、うん、危ねえなと思ってだから建てるのやめましたどうしていこうかね。本当ですね、うん、なので捨てられないものは台本です、うん、はい、では、もう一枚ぐらいいけますか。はい、ではこちらいきましょう。もう一枚、うん、でででたまたまネーム、たまたまネームってだから何なんだよ。なんかそういうのを考えた方がいいのかなと思って、うん、突然今回から出始めたから、たまたま考えたラジオネーム略してたまたまですついにネームもなくなったなネームどこ行った、はい、おう、じゃあもう適当にラジオネームでいいですよもう、うん、サラブレッドさん、うん、14歳。うわー、もう若いな、もう本当に、ね、はい、杉田さん、坂口さん、こんにちは。こんにちは、ちなみにこの坂口さんだとね、あの周平さんの坂口だからね。周平さんの坂口僕と一緒だよ。あ、間違えた。その坂口だと坂口哲夫さんとかと一緒な。そうだ、うん、光一さんの、光一さん光一さん土変だから、周平兄やんごめんね、旗王子に、はい、私は、メガネをかけているので、うん、仲のいい友達からメガネとかツッコミ野郎とか呼ばれています、うん、私は別に新八が嫌いというわけではないのですが、うん、それを言われると少しだけイラッとします、うん、どうすればいいでしょうか。そうだね、うん、僕もね時々イラッとする、うん、メガネかけてないのにメガネって言われるとなんか、はい、はん、そんな言うほど普段メガネかけてないですよ、ね、俺普段メガネかけてないからね、うん、本体どこ行ったとか言われるとすげえ、うん、何はと思いますもの、うん、もう大輔さん普段からあのサイクロップスみたいにこういうサングラスかけてるからそれはそれで新しいなんかイメージをこう、うん、周平さんの坂口だからね。周平さんの坂口僕と一緒だよ。あ、間違えた。その坂口だと坂口哲夫さんとかと一緒な。そうだ、うん、光一さんの、光一さん光一さん土変だから、周平兄やんごめんね、旗王子に、はい、私は、メガネをかけているので、うん、仲のいい友達からメガネ
とかツッコミ野郎とか呼ばれています、うん、私は別に新八が嫌いというわけではないのですが、うん、それを言われると少しだけイラッとします、うん、どうすればいいでしょうか。そうだね、うん、僕もね時々イラッとする、うん、メガネかけてないのにメガネって言われるとなんか、はい、はん、うん、そんな言うほど普段メガネかけてないですよ。俺普段メガネかけてないからね、うん、本体どこ行ったとか言われるとすげえ、うん、何がと思いますもの、うん、もう大輔さん普段からあのサイクロップスみたいにこういうサングラスかけてるからそれはそれで新しいなんかイメージをこう、うん、新しいけど、うん、街中歩けないかな。街中サイクロップス危ないですから、ね、危ないね。オプティックブラストどこから出てくるんだよ、うん、ちょっとねちょっとね問題がある。問題ですね、うん、でも女子でメガネは需要がありますからね。大丈夫ですよ、まあ、我々つるこ好きとしてもね。そうですね、うん、がっつりつるこですね。つるこですよね、はい、うん、そうですね。あの花見ててもそうなるわけですから、はい、子供の頃のあの子役の子たちがみんなよく似ててですね、うん、あクオリティが高いんですよ。結局あの実写版の話に戻ってくるよね。実写版の話になっちゃった、うん、あれよかったなって。よかったなって、うんうん、そっか。でもねそれはね、需要がちゃんとあることなんで、別にそれは恥じてはいけません。恥じてはいけない。そしてメガネを取ってはいけない、はい、あとツッコミしてないのにツッコミやろうって言われるのも、うん、私はやろうじゃないって言ってやれ、うん、そうですね。で俺私はツッコミやろうじゃないツッコミだなそれがもうな、うん、はい以上でございます。はい、ありがとうございました。ということでメールは以上かな、はい、ということでご紹介したメールの中からいつ僕らのサインが入った何かを差し上げるんですけれども、どっちに、はい、どっちにしましょうか。どっちにします。うん、どっちでもいいけどね。どちらも面白いんで、うん、じゃあじゃんけんで俺が勝ったらメガネ、田口さんが勝ったらマヨネーズでおっしゃ、最初はグーじゃんけんぽい。あ、僕が勝った。じゃあマヨネーズ、なんで、ま、じゃあこちら、土方専用マヨネーズ受け皿になりたいさんです、うん、はい、受け皿受け皿やめろ、ということでマヨネーズさんには僕らのサイン入りの何かを差し上げます。皆さん、はい、たくさんのメールありがとうございました。土方じゃなくてごめんなさい。ラジオネームわさびさんが考えた銀玉放送局のキャッチコピー、マダオに釣られて会社辞職、銀玉放送局ダメだ、私って釣られてなのかそれともっていう、しんどいな、しんどいな。ピーター友和はゲラッテイートモホお、どうしたビーフジャーキー噛み切ったビーフジャーキーなんかで、なんかの拍子にみんな集まると超かっこいいよね。うん、あります、うん、バラバラでもかっこいいけど、うん、なんかこうそういう連中が集まった瞬間がね、うん、すごい絵になるよね。銀時と坂本って結構趣味も共通してて、うんうん、あのね、お姉ちゃんのいるお店にいたりとかうんうんうん、うん、なんか集めてなかったっけ、スタンプみたいなポイントみたいな。集めてましたね。集めて、集めてたね。集めてなんかサービスがどうのこうのそう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 あった、そのくだりあったな。どうにも下水感じでね、うんうん、そう、まあ、たまにゲロも吐いてますから、ね、ゲロも吐くし酔うし、そう酒にも酔うし、うん、船にも酔う、うん、あ、昨今のアニメであんなにゲロゲロするキャラクターも珍しいよね。そうですね、あんまりないですね。ゲボ吐かないと思います、ね、まあ、ゲボ吐くよ人はなんか行き過ぎて食ったり飲んだりするとね、うん、酒飲みは吐くわ。吐くよ、それ吐くよ酒飲みリアルでいいよ、リアルがいい。ま、そんな質問が来ましたよ、長野県スコンブ娘さん19歳、はい、坂本達馬を演じているミキさんに質問です、はい、坂本は何回もゲロ吐いてますけど、ゲロ吐くシーンには慣れましたか。どういうことだ、まあ、なかなかね他のアニメでゲロを吐くシーンとかないと思うんで。ないですからね、うん、だってゲロを求められるシーンってどこ、まあ飲みすぎちゃった、飲みすぎちゃった、大体どこですか、うん、そうなんですよね。でもちょっとうえってなるぐらいですよね。例えばあの腹パン食らったりとかね、そうそうそう、してブエっていうのあるけど、それとは違うじゃん、うん、ゲロだから、ね、ゲロだから、ね、なんか恐ろしい宇宙人みたいなのに仲間が惨殺された時見た時、うん、うってなる、なるとかはけど実際うるるるるといかないのでならないからね。ならないですね、うん、大丈夫か小吉って言ったとうるるるるって書いてあるからそう、まあそういう意味では慣れましたよ、慣れました、ある意味
貴重じゃないですか。さっきも言ったけど、うんうんうん、昨今のさ、うん、なんかバレーボールとか自転車漕いでるやつでゲロ吐かないでしょ、うんうん、なかなか吐かないですね、なかなかね。吐きそうにはなりますけどね。そうそうそう、自転車漕いでる人たちとか吐かないの。いや結構吐きそうになりますよ彼らは。そうだよね、彼らなるよね。彼らは泥臭いんだよ割と。結局ね、はい、ある程度まで疲れれば、うん、まあ出ますわ、うん、でも酒飲んでのゲロとそういうなんかネガティブなゲロってなかなかないですよね。なかなかないですよね、うん、ポジティブなゲロ、ポジティブな、こう疲れきった、俺やりきったぜゲロゲロゲロじゃない、でもやるぜってなんか銀玉の前だと酒飲んだよって船にもやって、おろろって、ほら敵で人の顔にかけるからバシャーって。そうそうそう、最終的にだってね、雲翔さんが喜んでましたからね、うん、俺アニメでゲロ吐いたの初めてだっつって。結構普段吐いてる。朝の現場で具合悪いとか言ってリアルに吐いてる。リアル雲翔さんじゃないですかそれ。いや昨日ゴルフの後さ、結局ゴルフ、結局セットですからね。セットセット、ゴルフと飲酒はセットですからね。しょうがないしょうがない、車運転しなきゃ大丈夫だからね。そうですよ、そうです、うん、はいはい、走る点後にして明日ロロロロロ。続きましてキビノさんです。なんかすごくいいポジションだなと思いますよ。銀玉ってさ、はい、いい話するよね。そう、時折に、ね、思い出したよ、ね、時折挟まないと、うん、ね、するよね、時々ね思い出すんです、うん、びっくりする、うん、あれはね、うん、ちょっとこっちも面食らうからね、うん、先週までゲロとか入ってたのに急に泣かせる話とか持ってこられてもね、持ってきますね、あと勇気あるよね、うん、銀玉はね。それこそ、うん、ね、今回じゃないですけど前のシリーズとかでね、エリザベスの格好してた時もミキさんエリザベスの格好でゲロ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 吐いてましたけど、ありました、ありました、すごいよね、ベテランさんとかすごい遠慮なく、古谷さんと池田さん呼んでいただいたりとか。大丈夫なの、何考えてんだろうこの人たち、すごいよね、うん、有無を言わせない感じがいいよね、うん、なんだろうね、すごいね、あの時後ろで見ててミキさんがカイエンっていう巨大ロボの声を急に当日かなんかに振られてて、うんうん、ミキさんここをですねカイエンって言ってくださいって高松さんが言われた時に当日台本で振ってねえのかよって言って、ね、台本の段階でっていう、あれ思いついちゃったんだろうね、思いついちゃったんですよ、巨大ロボといえば、そうそうそう、とりあえず最後に名前を叫ぶバキーンってなって、カイエーンって言ってくるよ。かっこいいってなって大張監督が大喜びしてて、ほんと、はい、ほんとは絵で参加したかったらしいんですけども、うんうん、スケジュールが合わなくてめっちゃ悔しかった、あそうなんだ。、うん、大張さん、俺大張さん仲良しだからね、うんうんうん、大好きなんだよさ、カイエーンを描きたかったんです。しかもちょっと似てるし。お前悔しいって言ってて。大森さんなんか会うことあんの？はい、たまに、はい、たまに、何今急に素の通りになっちゃったの？仕事とかじゃなかったりするんで、あ、そうか、はい、ふとした時ツイッターっていうSNS があるんで、ありますね、はいはいはい、あれで、うん、まあ、話しかけたりするんですけど、たまにテンションが上がると焼肉が食べたいってなって、じゃあ僕がまとめましょうって言って。たまに行くことがあります。あ、本当？はい、すごいね、今度呼んで、はい、わかりました。じゃあ大張さん経由で行くと、うん、ごめん、なんか今無理やり言わせた感があったね。ここでつながるってすごいな、焼肉が、うん、こういうことで肉食べに行こう、はい、でも開演は良かったっすわ、オンエアも見て、はい、めちゃめちゃかっこよかったっすわ。なんかときめきました。高まりますね、うん、高まる、ああいうの高まる、言ってみれば高松さんも勇者シリーズとかの監督さんなんで、ね、血脈なんですよね、それとガンダムっぽい何かが合体するっていう、そう、だから同じサンライズでも違う毛色が、うん、そうなんですよ、合わさらないものが合わさってるんで、あれすごいですよ、よくすごい見たら、あの回は本当にすごい回、うん、ハイブリッドだね、ハイブリッド、はい、ものすごい回だね、その締めがミキさんの開演、開演、ごめん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 、最高、最高ですよ、もう高まりましたよ本当に。笑うわ、また出てこねえかなあれ、本当だよ、開演、うん、出てこないから開演希望、うん、はい、ということで、はいはい、ここからミキさんへのメールの方を紹介